どうも、京介です。もう今私、坊主です。五輪にしまして、この坊主は、まあネタというよりかは、決意というか、まあ今までサボってきたものとか、全然ちゃんとできてなかった部分を、気合を入れようっていう坊主なんで、まああまりネタにはしたくないんですけども、YouTube をやってるものとして、これをネタにしないわけにはいかない。今から、実家に帰ります。まあそこでね、ただいま坊主でーすってやろうって思ってます。まあ赤髪ドッキリの時と一緒ですね。1週間前まで赤髪だった息子が坊主になって帰ってくるドッキリです。やりましょう。今から帰ります。はい、帰ってきましたよ、実家に。今からばあちゃん家に行くんですけども、お母さんが迎えに来ます。もう前回めちゃめちゃ反応薄かったからね。約1年間金髪だった息子が赤髪になってるドッキリ。眉毛濃くない？暗くて見えんかもしれんけど、行きます。見る？やばくない？ちょっと何の意味があったんとこの間したばっかりに。いや若干いいよ。なんで？いや、なんか頑張ろうと思って気合い入れ入れなんかちょっと怒られたので友達にも見せてみました。あきおめ、あきおめ坊主です。これ初日の出やな。初日の出もう見れたよ、お前ら。よかったよ、うん、寝れるわ、もう胃が匂いやもん。なんでバカやろ、お前。本当にバカやろ。